母さんにメガネを渡そう。あの猫の方が気になるんだけど。お、第一章、二つの妖怪ウォッチ。それがあの男の子と女の子ってことか。セントピーナッツバーグ、サウスモンド地区。サウスモンド地区。あ、なんか道広いね、やっぱり。アメリカやけん。おー、おしゃれー。めっちゃゴロ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 しようやけど、何あれ。よいしょ、よいしょ。手伝わんのかい、ジバニャン。いい感じに片付いてきましたね。新しいお部屋だにゃーん。ジバニャンは楽しそう、すごく。ケータ、そろそろ家の外に行ってみないかにゃん。そうだね、行ってみよう。それでしたら、ジバニャンとお二人でどうぞ。なぜ？私は妖怪通販で注文していた荷物をここで受け取らないといけませんので、妖怪通販。ああ、そうなんだ。それじゃあ行ってくるね。何あれ、なんか紫の煙みたいなんが。これでバッチリ基本操作。スライドパッドを動かして移動します。下画面をスライドしても OK ですよ。B ボタンでダッシュ。OK。B ボタンを押しながら移動するとダッシュで早く移動することもできます。話しかけたい人や妖怪がいたら A ボタンで話しかけてみましょう。周りがちょっと見づらい時には LR ボタンで視点変更ですよ。LR で視点変更、ああ、なるほどね。USA の街に出てみよう。このマークが妖怪。こっちのお部屋も快適にゃん。基本的に家広いっすよね。なんですか、ケイタくん。私、忙しいんで、ウィス。忙しそうには見えない。人と妖怪じゃやっぱりマーク違ったりするんかな？お、焦っとる、焦っとる。ケータ。なに、お母さん。あれ？いつものメガネはどうしたの？イメチェン？お、USA バージョンか、お母さん。違うわよ。どっかにメガネを落としちゃったみたいなの。え？メガネって落とすもんなの？ずっとかけっぱなしなのに？私それ今言おうとした。だってメガネなくなった時点で見えんやんね、目。ほんと変よね。メガネを落とすだなんて。ケータ、どこかで見なかった？お、これは妖怪の仕業か？いや、見てないけど。ケータ、早く外に遊びに行こうにゃん。空気読んで。でもメガネがないとお母さん困るんじゃないかな。確かにそれはそうにゃんね。わかったにゃん。じゃあ、俺っちたちでメガネを探してくるにゃんよ。え、外に？そうしよう。家の中に落ちとるとは思わんのかな。お母さん、俺がメガネを探してくるよ。普通に考えたら外に落とすことはないよね。あら、ほんと？それじゃあお願いしようかしら。はーい。うん、任せて。お母さんは目見えてんの？はあ、見えてないな、あれは。めっちゃフラフラしよる。で、ケータ、どこから探すのにゃん？よーし。まずはお父さんのところへ行ってみようか。もしかしたらメガネのこと、何か知ってるかもしれないし。おー。お、妖怪パッドはこまめにチェック。X ボタンで妖怪パッドを見てみるにゃん。いろんなアプリが詰まってるにゃん。妖怪パッドで Y ボタンを押したらアプリの並び替えもできるらしいにゃん。壁紙も変えられるみたいだにゃん。自由にいじくり回すといいにゃん。おー、細かいね。さっきの、これが人のマーク。やっぱり妖怪とは違うんやね。ここでもない。おかしいわね。そんなガスコンロのところにメガネあったら溶けてるよ。ん？あれは？なんか、あ、お父さん。おお、消えた。どうしたんだ？あれが次の目的地のマークってことかな。お父さん、実はお母さんがメガネを。てか、その位置ならさっきの会話聞こえてんじゃない？なんだ、ケータもメガネを探すの頼まれたのか？え？お父さんも？じゃあ知らないということだな。ああ、でも家の中を探しても全然見つからないんだ。それじゃあ、メガネがあるのは家の外ってこと？え、そうなる？
それはわからないけど、探してみた方がいいだろうな。普通に考えたら、引っ越しの時の荷物の中とかじゃないに違うん。じゃあ、お父さんはこのまま家の中を探してみるから、ケイタは家の外を探してきてくれないか？普通さ、アメリカに引っ越してきて子供を急に外へ出すか。ここはお父さんが外ってなるやろ。日記をつけてセーブしよう。妖怪パッドにある日記で遊んだところまでをセーブできるにゃん。ゲームをやめるときは日記をつけた方がいいらしいにゃんよ。当然、家の外でお母さんのメガネを探そう。え、てか、どれぐらい経ったんかわからんけどさ、もうすでにあれっすか。荷物片付いてるパターンっすか。で、まずはどこを探してみるにゃん。そうだな、メガネが落ちてそうなところは、そんなところはない。ウォッチマップで探してみよう。と、何、虫眼鏡が出てくる場所は調べたらウォッチモードになるにゃん。思いがけない宝物とかが見つかるかもしれないにゃん。よし、早速探してみよう。ウォッチマーク、どこに出てくるんやろ。この辺のさ、なんかピコピコなりよるのは一体何。びっこ、これは、なるほど、かかっとるかかっとる。お母さんのメガネかかっとるよ。お母さんのメガネを手に入れた。早速やったね。なんでこれがかけてんの。このメガネ見たことある。これきっとお母さんのだよ。うん、きっとね。よかったにゃんね、消えた。イエーイ、早速。何それ。ヘイキッ、ペラペーラーって言われても。ペラペーラー。Did you just move into this house? ケイタ、なんて言ってるにゃん。この家に引っ越してきたのかっていうことよね。わかんないよ。でも無視するわけにもいかないし。ハロー。ペラペラペーラー。My name is John. Nice to meet you. ペラペーラー。I live next door. へえ、隣に住んどんや。そう、レッツビーフレンズ。早速お友達早いな。え、どうしよう、全然わかんないんだけど。てんてんてん。でも結構こういう、おお、びっくりした。こういうね、外国の人との会話とかって、ジェスチャーとかで、なんとかなるもんよね。なんかジェスチャーとノリと、あとちょっとした単語がわかれば、会話はできるさ。Thank you. See you later, kid. めっちゃ焦ってるやん。また後でね。こんな感じで俺大丈夫かな。まあね、海外に行って一番不安なのは言語っすよね。まあきっとなんとかなるにゃんよ。それよりメガネのことはいいにゃんか。いいわけない、早く。あ、そうだった。メガネを見つけたこと、お母さんに早く教えてあげないと。お母さんにメガネを渡す、あの猫の方が気になるんだけど。わ、すったすった行くわ。振り返りもせず。さあ、じゃあ行こうか。お母さん、メガネ見つけたよ。ほら。ただいまー。お母さん、メガネ見つけてきたよ。ほんと？ありがとう、ケイタ。ほい。お母さんのメガネを手渡した。どう？そのメガネ、消火栓の上にあったんだけど。うん、まるで消火栓がメガネをかけているかのようだったよ。俺、毎日お母さんのメガネ見てるからさ、それで間違いないと思うんだ。あたし、人のメガネがどんなんかとか全然わからんわ。ん？何かが取り付いたよ。お？ピンとこんな。おまけにピンとも合わんな。何かが乗り移ったって。いやいや、ピンとは合うでしょ。自分のメガネなんだから。お母さんの様子なんかおかしい。ケータ、妖怪ウォッチを使ってみるにゃん。何？みんなにはあの容器が見えないの。え？でもここ USA だよ。こっちにも妖怪っているのかな？ほんとよ、妖怪よ。妖怪って日本のものじゃないん。ん？あれ？おかしいな。いつもみたいに動かない。
なんか USA バージョンとかあるんやねん。そうじゃないよ。お？この妖怪ウォッチは残念ながら USA では使用できません。そうじゃないよ、久々に聞いた。ええー、ほら。やけん、きっとウィスパーが取り寄せてくれよるのはそれなはず。まさか妖怪ウォッチが使えなくなっちゃうなんて。ケータ。ウィス。ケータくん、ビッグニュースでウィス。ナイスタイミングすぎるね。騒がしいやつにゃんね。ウィスパー、ビッグニュースって？実はな、ケータ。お前に知らせたいニュースが2つある。いいニュースと悪いニュース。さあ、どっちを先に聞きたい？こういう場合は悪いニュースを聞いて、最終的にいい気分で終わりたい。え？何その変な話し方。それじゃあ、悪いニュースからお願いします。悪いニュース。その、実はですね、ケイタ君の妖怪大辞典。つまり、これまで集めた妖怪メダルが全部なくなっちゃいました。は？え？マジで？さっきの認めんの声は何？ちょっと待ってください。最後まで私の話を聞いてください。認めんだけは残ってくれたんかな。次のいいニュースまで聞いてもらえば、きっと納得してもらえますから。よね、その順番よね、やっぱり。それじゃあ、いいニュースは何にゃん？ジバニャン、よくぞ聞いてくれました。実は、ケイタくんがどこでも妖怪ウォッチを使えるよう、全世界対応版妖怪ウォッチ U1 を手に入れておいたので、ウィス。お、妖怪ウォッチ U1 を手に入れた。すごい。妖怪ウォッチ U1 は最新型の超レアもの。これさ、悪いニュースから、じゃなかった、いいニュースから聞いとったら、どこでも全世界対応の U1 が手に入ったのですが、メダルはすべてなくなりました。っていう後味の悪い感じになっとったんよね。大辞典ぐらいじゃないと交換してもらえなかったんですよね。あ、交換制なんや。ちょっと勝手に何してんの？どっちにしろそんな順番変わらんかったかな。でもさ、これで妖怪ウォッチを使えるようになったけど、妖怪メダルを入れてた妖怪大辞典がないと、妖怪呼べないよね。それは。まあ、そうですね。そうですね、じゃないにゃん。ジバニャンとかの妖怪メダルはどうなの？おぉ。ウィスー。画面に。どうしよう。まあ、ジバニャンにはまたメダルを渡してもらうとして。おぉ。引きこもり。妖怪大辞典の最新型なら、この引きこもりが持ってますけど。びっくりした。ここまでついてきとんやね。うすら影、引きこもり。びっくりした。いつからそこにいたにゃん？皆さんが引っ越してこられるずっと前からですけど。え、すでにもうお引っ越し済みやった？そうなんだ。そうだ、引きこもり。さっきの話に戻りますけど、あなた本当に妖怪大辞典の最新型をお持ちで？なぜ？ええ、でも私の分はもうありますから、引っ越し祝いに差し上げます。妖怪も妖怪大辞典を持つの？妖怪的には何？妖怪大辞典っていうのは友達の輪を広げていくみたいな。お友達になったからメダルあげるよみたいな感じなんかな。妖怪大辞典でコレクション。妖怪大辞典は集めた妖怪メダルや妖怪の詳しい情報を確認できますよ。そして、妖怪大辞典の後ろのページはレジェンドページになっています。1ページあたり8枚のメダルを集めるとおなじみの何かが起きるはずですよ。さらに、召喚アプリを手に入れた。アプリまで。いいの？ありがとう。どういたしまして。ではこれからよろしくお願いします。もちろん。やりましたね。これでまた妖怪メダルを収納していきますよ。引きこもりは常にあっこにおるんか。あ、でも妖怪メダル1枚もない。ちっちっち。何言ってるにゃん、ケータ。妖怪メダルは妖怪と友達の証。友達妖怪ならここにいるにゃん。ありがとう。
しばにゃん。いや、引きこもりのメダルはもらってないの。ジバニャンと友達になった。だるいんですけど。だるいとか言うなよ。ジバニャンにニックネームはつけません。ジバニャンの情報を妖怪大辞典に登録した。お、ジバニャンの妖怪メダルを手に入れた。解放されたよ。妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。プリッチー、友達契約できたにゃん。これでいつでもどこでも俺っちを呼び出せるにゃんよ。あ、引きこもりはあれですか。お呼び出しされたくないからメダルはくれないんすか。ジバニャンありがとう。行きますよ。ではお母様の様子を見に一回へ急ぎましょう。おー、一階のお母さんのところへ戻ろう。引きこもりは、引きこもり、あ、おるおる、めっめっちゃカタ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 パソコンしよったよ。すげえね。てかあんなさっと閉められてもさ、私の部屋の引き出し、引き出し扉なんですけどってならんの。ピンとこんな。ピンと来てくださいよ。あー、やっぱりお母さんおかしいままだ。ん、妖怪ウォッチ U1 の妖怪レーダーがビンビン反応しています。これは間違いなく近くに妖怪が潜んでいる証拠。日本と同じ妖怪もいっぱいおるんかな。妖怪レーダーで探そう。十字ボタンの上を押すと、ウォッチをレーダーに切り替えることができます。この妖怪レーダーを使えば、隠れている妖怪を見つけることができるんです。隠れている妖怪に近づくほど、レーダーの針は激しく反応します。レーダーの上には、その時反応している妖怪のランクも表示されます。レーダーが反応するあたりをよく調べて隠れている妖怪を見つけましょう。でもさ、ここは日本じゃなくて USA だよ。本当に妖怪とかいるのかな。ケータ君、ここは妖怪ウォッチ U1 の出番です。妖怪ウォッチ U1 のサーチ機能を使ってみましょう。妖怪ウォッチでサーチしよう。レーダーにハテナが表示されて、いつもと違う反応をしているときはY ボタンか十字ボタンの右を押して妖怪ウォッチでサーチしてみましょう。隠れている妖怪が見つかると分析ゲージが表示されます。この分析ゲージが満タンになると見事妖怪発見でウィス。何かがいる。文字が怖いぞ。行きますよ。さあケイタ君、お母様の周りをサーチしてください。お、間違えたぞ。まずはYえ、これじゃない。わい。お母様消えた。お？妖怪を見つけた。誰誰？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。